んこんにちは、さゆりさこころです。今日はこんな風にね、クラブをずらずらっと並べているんですが、前回じゅんちゃんと一緒にラウンドした時に紹介していたオノフのアイアン、新作の今年出たばかりのアイアン、私も新しいものを作りました。前回新しいアイアン紹介する前に1個前のモデルのアイアン、長くしたアイアンですね、飛ぶと思って長くしたんですが、はい、あれ見てもらえたと思うんですが、少しこう長さのバランスが長くしすぎたようで、ちょっと合わなかったのっていうのを言うほどそんなうまくもないんですが、新作のアイアンが届きました。なんでこのアイアンを注文したのかというのがありまして、実は前回の動画の時にユーティリティをちょっと増やしてみようかなみたいなのがありまして、結構やっぱ6番アイアンでミスショットをすることも多々あり、楽に上がって楽に止まって、こうフェアウェイウッドとかユーティリティとかウッド系は割と得意だったので、その感覚で打てたらいいなということがあって、ちょっと14本のセットチェンジしようかなと今回思いまして、このアイアンを作りました。今までのね14本、前回も紹介してるんですが、ドライバー4番ウッド、5番ウッド、4番ユーティリティ、6番ユーティリティ、6789B、 50-52-58 パターという14本のセッティングなんですが、ちょっとね6番アイアンを抜いてユーティリティ1本増やしてゴルフをしてみるのはいいんじゃないかということで、クラブをチェンジします。アイアンを1本減らします。早速開封といいますか、新しいアイアンを見てみたいと思います。ちょっとねこれ本当になんか思い入れがあるといいますか、結構こう自分の中でいろいろ考えて選んだカラーといいますか、じゃじゃん、全然イメージが変わりませんか。すごくね色をこだわりました。今回紹介した時にも言ったんですが、カラーバリエーションがオノフのフォーレディ増えまして、ここのヘッドの色まで変えることになってました。じゅんちゃんの時に一緒に打ったのが、あれは純正の紫色のオノフのね、昔からあるカラーのモデルなんですが、今回私がやったのは白に黄色。めっちゃ可愛くないですかこれ、持ってるだけで可愛い。それにグリップも黄色にして、こことここのヘッドとグリップの色を合わせました。素敵ですね。で白なんですが、ここにオノフの色とここの柄は紫になってます。でグリップは、今使ってるエリートさんのグリップをさせてもらいました。ここが星型になってて可愛いんです、エリートグリップ。あ、ユーティリティもここの色が黄色にできます。開封します。ビリ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 。女性クラブはこういうカラーの楽しみが男性クラブより多いのはいいですよね。この5本、番手紹介していきます。じゃじゃん、7番ユーティリティ。これで150ヤード飛ばすのが目標です。続きましてじゃじゃん、7番アイアン黄色です。で8番アイアン、9番アイアンピッチングになります。で私が今使ってるものとの違いじゃないですけど、ちょっとね、あ、ちなみに今も黄色です。こんなねシャフト変えてね、ここ
ヘッドの色を変えるだけでこんなにイメージが変わります。ヘッドのねイメージもかなり変わりましたね。比べてみますとちょっと長い。実は前回長くした時のアイアンはすでに私が昔から使っているものよりちょっと長かった。この後のモデルからちょっと長くなってたんですね。わかりますかね、このさ、こんだけ伸ばしましたね前回。今回はこんだけ、ほんと1センチもないぐらい。でも十分長くなってます。これが純正の今発売されたばかりのものになります。早速ねこの子たちを一群に入れラウンドしていきたいと思います。なんですが一人だとまあ寂しいし、せっかくだったらねオノフを使ってる女性とオノフってこうだよねとか話しながらラウンドしたいなと。リンゴルフにもよく出演しているリサちゃんとオノフの話をしながらラウンドをしていきたいと思います。リサちゃん結構長くねオノフ使ってるんで、そのリサちゃんと、リサちゃんはこうメンズのクラブを使ってるんですが、なんかこう話できたらなと思ってますので、ぜひその動画楽しみにしていてください。ちょっとねあれなんでね、ちょっと入れ替えてみましょうかね。何年使ったんだろう、5年、5年は使ったかな、この子たち5年間、はい、頑張ってくれました。まあ、別にバイバイというわけではないので、はい、とりあえず1回ね、こんな感じですね。これが今入れたオノフのアイアンです。これがユーティリティですね。なんか被ってるとあれなんで抜いちゃいます。この14本でね新しいセッティング頑張って練習したいと思います。以上三枝心のクラブセッティング一軍チェンジの巻でした。では皆さんまた次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ。チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。